ここからはファンが選ぶ月間 MVP に輝いた中村選手にプライベートに関する10個の質問を出題します。どんな答えが出てくるんでしょうか。矢継ぎ早にどんどんお答えください。いきます。1ヶ月毎日食べるとしたら何。知らないです。いや答えてください。知らないなしです。もう一回いきますよ。中村さんそういう変化球いらないです。中村さんいやもう何でもいいからバーンってもう、はい、バーンってもう瞬時に何でもいいから答えてください。いきますよ。1ヶ月毎日食べるとしたら何。分かんないっす。じゃあもう次いきます。異性の好きな仕草は。ナイス。タイムトラベルするとしたら行くのは過去未来どっち。できないっす。好きな季節は。秋。お最近の癒しは何ですか。ないっすね。好きな色は。ナイス。高校時代の野球以外の思い出は。ナイス。車の中でかけている曲は。いろいろっす。お小遣い制ですか。あ、分かんないっす。背番号60番以外なら何番つけたいですか。特にないっすね。以上です。これはじゃあ企画倒れってことでよろしいですかね。ちょっと待ってください。でも答えてくれたとこありましたね。逆に貴重ですね。秋。秋、はい。逆にそこ答えるんですか。そうですね、好きな季節秋。もうこうなると気になります。なんで秋が好きなんですか。なんか秋って良くないですか、気候的に。気候的、はい、はい。まあ、春とかも気候的にいいと思うんですけど、はい、春はね花粉が多いんで。あ、なるほど、はい。で、はい、秋は、まあ、食欲の秋と思いますし、はい、おはい、紅葉が綺麗ですし、おシーズンオフに入りかけてるし。なるほどなるほど。車の中ではいろんな曲かけてるんですね。ああ、いろいろですね。今日はちなみに何を。ラララ ラブソング。おお、久保田俊信 with ナオミキャンベル。その次がチェリーでした。あ、スピッツさんの。おお、なるほど。ちょっとその年代の感じの。ああ、いいですね。そうですか。お小遣い制ではないですか。だって現金使わなくないですか、はい、コンビニとかだったらもう携帯でピッてやって。あ、そういう感じで、ね、で食事行ったらクレジットカードを使ったり、はい、なるほど。じゃあもうそういう感じですね。ちなみに背番号って変えるタイミングってなかったですか。うん、別に。あ、提案されたこともないですか。あ、なんか一回言われたことあります。おお、その時の番号って覚えてたりするんですか。いや、そんなん別に番号のあれはなかったですけど、背番号どうなんだみたいな。まあ、別に何でもいいです、そのままでいいです。もう 30歳とかもうそれぐらいになってたんで。あ、ちょっと遅めですね。栗山さんもわりかし早めに一番だったじゃないですか。別に何番か欲しいってなかったし。栗山さん一番だった時に僕もちょっと番号若くしたいなとかなかったですか。あ、なかったっす。ありがとうございました。最後に中村さんに投票してくださった方にメッセージをお願いします。今度はもしこの賞を選んでいただいたらちゃんと質問に答えたいと思います。よろしくお願いします。